大晦日。過去で一番かっこよかったですよね。素晴らしかった。大晦日ビシッと決めました。前口さんが、はい、大野さんいたこと忘れてた。違うんです、虎視眈々と狙ってたわけでございますから。大野さんにはシャインマスカットズコットのご褒美でございます。ここから食べればいい。はい、いやじゃあ崩れるだろう。いやいいんですよ。いやこれはでもしょうがない。ただもうすごい、マスカットすごいですね。あ、マスカットだです。3社使ってます。正解。クリームとかも濃すぎず、はい、マスカットが一番ちゃんと生きてる。クリームはねちょっとあのお前一番いいとこどんな。怒っちゃった。スイーツにこだわられた。そうですよね。取ってたんですよ、後から食べようと思って。この悲しい泣くんじゃない、泣くんじゃない、これ泣いちゃうよもう。これこれモンブラン、モンブラン食べて機嫌直して、モンブラン食べたらどうなる。でも食べたかった。江口さん、次の問題も正解です。私これがすごい食べたかった。あ、これ、うん、新しいの。おお、なんだか自由だな。江口さん、自由だね。やばいやばいやばい、江口さんやばいぞ。江口さん、江口さん、江口さん、一番上、一番上、江口さん。行かれた、狙ってたもん。